いや、刹那圭介だよ。みんな、元気してる？今回はね、イブの実況をしていきますよ。うん。実況とルーン、久しぶりだったね。前になんか、ため撮りして結構、それをアップしていくばっかりにとどまっとったからね。収録4日ぐらいぶりじゃないかな。確かそんな感じ。確かギャリューサイドでいろいろ進展があってですね。あ、花瓶あるで。回復しとこ。とかやったったり。で、最後、あった。間違えた。ここになんかドアが最後一つだけあるんやけど鍵閉まっとんかーい。何やねん。確かもうここだけ調べてないなーの状態で終わっとったような気がするけど。あれこっち入ってなかったっけ。あ、鍵かかっとる。スリバリ。あ、これは調べた。うんーってなった。あ、これ調べた。何かしらこれ。柔らかいけど、握ったら割れそう。もしかして、これが、絵の具玉？なるほど、これ、紫。あら、消えちゃったわ。え、消えた。それでいけるんかい？あれが気になるけど。あー！なんかありそうやったな、奥。これどうすっかな。これを残しておくパターンでいくか。まあ、こうやる。ああ、ダメでーす。ダメでーす。やっぱ回復しとかないといけません。ダメでーす。あ、ニューゲームしたらあかんでないか。じゃあ、とりあえず、まあ、回復するしかないんやな。回復してですな。とりあえずこれ取るしかないんよね。で、右側のあのやつが気になるんで、ちょっと、ここまで来て、入ってない！入ってない、入ってない！入ってないんかーい！入ってないんかーい！やられた。あと、だからニューゲームじゃないんじゃんってな。なんだこのゲーム、ニューゲームしたがるな。とりあえず、生きてからさ。この玉取るだけにしといてさ。なんか、オカマが玉取るだけとか言うたら、なんか変な感じになってくるけどね。ってことは、もうここに来とんかな。あ、来とるわ。これじゃない？ほら。紫色の絵の具玉が浮いている！親方、紫色の絵の具の玉が浮いています。とりあえず一つ手に入ったってことで、これで OK。HP めっちゃ減ったなぁ。絵の具玉だ、なこれなこれ。何かが落ちている。絵の具玉。もうちょい分かりにくいところに置いとくもんじゃないん、絵の具玉。なんか二つ目、普通に見つかったんやけど、ほら、うん。もうちょいなんか足な取れませんよ、的な感じじゃないん。うん。この辺は、え？我、誕生日、いつだ？知るかー！違う！イエス！なんで誕生日間違えただけで殴られないかんのや。つか知るか、お前。聞いたことないわ。どっかにヒントあるんだろうね。心配。もっと心配じゃわだ。こっからどう進展していくか。そうなると？結構入れんところばっかやもんな、これ。こことか、もう入れんよな。あれ？あ、これ、なくでも生きれるパターンのやつか。なんだ？やったやん。そりゃ、まあ、そういうことになるんかな、なんて思ったりね。えへへ。さーて、戻ったってなんもないか、さすがに。とりあえず、イブサイドを見てくるとしよう。ヘイ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 。ちょっとやってみたかっただけ。これは箱を開けようとは思うよね、さすがに。なんか、こっち、イブ側でも進展があったらいいんやっけ。あ、そう。緑の夜ってパスワード入れたっけな。緑の夜だっけ。あ、入れる前で。
そうそうそう、ここやってなかったな。緑の夜、緑の夜、まずカタカナにしてよ。まーみどどどどど、よし、リリリリリリン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 の何ぬねの何ぬねのハーヘフヘホーみたいに言うね。ようで当たるとこれか。オッケー、これでいけるんちゃうかな。おーし、よーし、開いた、閉まった、扉が閉まったってことはないよね。お、ある少女の末路、あるところに小さな女の子がいました。女の子は両親と一緒に美術館へ行きました。もろイブでないかそれ。しかしふと気がつくと女の子は迷子になってしまい、薄暗い美術館の中を探しましたが、両親も出口も見つからず、怖くて心細くて寂しくてお腹も減り喉が渇き、転んで怪我をして体力も限界になって、最後のページに小さな女の子が倒れている挿絵で終わっている。イブちゃんはそんなことにならないもんね。お前らの妄想で終わるもんねんな。これゲーテナ作品集ジョーやって、ゲもあるんか。ゲルテナが描いた絵がアルファベット順に載っている。ちょっと見てみようかな。 AKJ ってなんでその3つの選択肢になるんかわからんけど、 A のページ、赤い服の女、6210年、赤い服の女、当時はゲルテナの愛人をモデルにしたとも言われていたが、本人の口から否定の言葉が出た。実際はゲルテナの遺産を狙い言い寄ってきた女性たちをイメージとして残したとのこと。恐ろしい女性たちを書いたんだ。それがもう恐ろしいな。じゃあ次、次。K。AKJ ってな、J を B にしておいてあげたらいいのにね。何々模様の魚、6235年。モノクロで描かれたにもかかわらず、光の加減や角度により、色づいて見れる不思議な作品。ああ、何々模様の魚ってあったな、どっかで。あんま覚えてないけどさ。非常に何々で、何々な何々の描写は、見る人に様々な感情を呼び起こすのであろう。重要な何々なところを教えてくれんか。難しい漢字で何度か書く人を感じになってるよ。イブちゃんたちも知りたいんだよ。ひらがなで書いてよね。俺も知りたい。J のページ。ジャグリング。お、これ。6223年、孫と見に行ったサーカスで出演したジャグラーをモデルに描かれた作品。ゲウテナが実在する人物をモデルに描くのは大変珍しく、あ、そうなんだ。現在でもこの作品は高価で、高値で取引されている。へえ、そうなんだ。ゲウテナってそんな人だったんだ。一つの鍵穴。絵に穴が開いている。お、指を入れてみるとかある。木の鍵持っとったっけ俺。入れてみようか、指。小さくて入らない。なんじゃそれ。もうちょいなんかアクションあってもいいんじゃん。選択肢にあるんやけどさ。はい、木の鍵。ん？え、何？何かあった？何もないよな。外でなんか起こったんかな。あー、そういやなんか鍵が開いてなかったところとかあったような、なかったようなやけど。あったとしたらギャリーサイドだった。いや、そういや、ここ。あ、開いてないわだ。こっちなんやっけ？関係ないな。見たとこやな。ってことは、ギャリーサイドにも鍵かかっとったとこあったけん、そっちかもしれんな。さーって、あ、待てよ。あの、ピエロのパスワードのやつって、さっきのやつじゃないんかな？さっきの年代のやつじゃないんかな？もしかして。忘れとった。覚えるの忘れとったな。J6223年、6233、ああーもういいんす、見るんいいんす、もう見んでいいんす、もういいんす、うん、6223か、6223やな。 OK、 ジェリーさん交代しまーす。6233じゃあ6223です。
誕生いつだ。なるほど。はい、正解だ。ウルトラソウルやったー、青いやつゲーと。三つ目はね、ドラゴンボール三つ、あ、ドラゴンボールじゃないわ、色のついた玉三つ目やね。さて、向こうで鍵開いたとか言おったけど、それがギャリーサイトじゃっていう話なんやけど、あれな、これ木がなんか模様変わってない、これ木だったんじゃ。開いとるー、赤い玉がある。まずセーブしとこう。よくは やったわ、イブ。あ、メアリーはやってないけどな。書物の持ち出し、禁止。そうした。未知に勝る恐怖はなし。なんとなくわかるな、それ。恐怖。一人でいると恐ろしい。二人でいると安心できる。三人でいると何何何何何？席が破れていて読めない。三人でいると意味ないって。そういうこと？イブたち大丈夫かしら？まあ、二人でいるからまだよかったわ。そういうことを表現したんか。これは？悟り。突っ込みにくいようなやつで、色彩の極意、なんだ、極意が抱えている。うん、あ、緑、ちょっと立て続きに出てきすぎじゃない、この色のついたのは。ここにもう赤があるんぞ。動かせそうだけど動かせないわ。この世の定理、存在を交換することにより空想が現実になり得る。意味なんかわかんないわ。空想が現実になり得る。なんかのヒントもしかして、これ存在を交換することにより空想が現実になり得る。つまりだ、ギャリーさんがなんか頭の中で妄想して、あの赤い玉となんか自分のなんかを交換したら、その赤い玉がなんか現実の手元に戻ってくるって考えたらいいかな。ギャリーさん、あなたの、なんつうか、まだにある玉を一つ向こう側に送って見てみればくれませんかね。下ネタですね。すいません、ギャリーさん。あなたは一応、性別上は男ですけど、乙女でしたね。すいませんね、そういうこと言っちゃって。あと、リスナーさんの皆さんも、なんか変なこと言っちゃって。すいませんね。俺はこういう人間だ。じゃあどうしようかな。あれ？他に何かあったかな？まあ、とりあえず、玉がって言ったらちょっといやらしいな、さっきの発言からしたら。なんか言いたくなくなってきたな、玉って。ボールにしよう。カラーボールにしとこう。つかもうぜ。カラーボール。とりあえず4個集めた。じゃあなんだ？うん。ジャグリングの玉の色変わっとるかな。あ、ここ、なんかありそうやな、奥のやつに。奥までたどり着けるかっつうんがちょっと問題点やけど、いけるんだろうなって考えて突っ込んでもいいだろう。なぜならこれで HP 満タンまで回復できるからさ。だから帰ってこえるんか、キャリーさん。いけるん、これ届くん、届かなーい。あれ、俺どこまでセーブしたっけ。あれ、俺どこまでセーブしたっけ。やばいぞ、セーブしたところ忘れたな。え、これどこまで。ああ、三つしかない。じゃあ、四つ取ったところまでカットしまーす。はい、無事四つ目手に入れたところまで来ました。収録時間も押していますんで、今回のパーツはここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。See you again!